受験算数、悩む価値のある面積の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。図の色部分の面積を求めてください。では解説をします。 AB と DC は不要なので消します。角 AED 足す角 BEC は180度であることと ED イコール EB であることを利用して三角形 AED を上図のように等積移動します。この時、色部分は三角形 ABC となり、三角形 ABE と三角形 EBC の面積比は3対5なので、上の式が成り立ち、色部分の面積は 134.4 平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図の正六角形の面積は18平方センチメートルです。色のついた部分の面積は何平方センチメートルですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので概要欄の URL からご覧になってください。